今日はペチュニアの寄せ植え第2弾でございます。これいやこれ母の日にプレゼントでもらったらすごい嬉しいな、はい、割と誰でもそうなんです、はいね、で白に何を加えるか。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。グリーンギャラリーガーデンズのケイスケです。そしてグリーンギャラリーガーデンズの土屋真澄です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はペチュニアの寄せ植え第2弾でございます。今日はすぐペチュニアこれだって僕分かりますよね。分かります、うん、前回のね、はい、ホイップマカロン、うん、はい、あれ分かんなかったですね、うん、なんていうのかな、ザ・ペチュニアですよね。そうですね、はい、いろんなあのペチュニアありますけれども、このこういう感じのペチュニアだったらどの園芸店にも必ずあるんじゃないかなと思って、うん、今日はこれを選びました、ね、白で。そうなんです、うん、はい、私がやってるインスタグラムとかでやっぱり白い寄せ植えにするといいねが多いんですよね、はい、やっぱそういうの気にされます。はい、はい、気にします。さすがインフルエンサーはちゃいますね。いやいや、そういうことはないんですけど、はい、で皆さんが喜んでいただけるような物件を作りたいなと思ってますので。いや普段もね皆さん喜んでくれてると思いますよ。はい、そうですか、ありがとうございます。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日の容器はまずカゴですね。出た。ビニールがついているカゴで、はい、穴を開けました。はい。はい。そうして高さは、まあ、10センチくらいかな。はい。こちらが25センチくらい、こちらが20センチくらい。はい。値段は990円です。あ、はい。値段まで。値段まで。あ、言っちゃった。税込みですね。税込み。はい。はい、皆さんね、はい、穴開けるのを、ね、忘れないで、はい、ように気をつけていただいて。高さがあまりないので、鉢底土は少なめです。軽めの鉢底石を使ってます。で今日は白で合わせてみました。白。まず白いペチュニア。はい。はい。それに、後ろにアゲラタムですね。この、なんていうか、綿帽子みたいにすごく可愛い。ずっと夏中咲くんですね。とっても可愛いです。へぇー。いろんな色があるんですね。夏中はブルーもありますね。はい。これがブルーですね。あ、本当だ。ブルーだ。はい。綺麗です。これも可愛い。はい。長く咲くので、はい、とてもおすすめです。うん、でそれに合わせて、うん、バコパですね。ペコパ？はい、あ、ペコパです。そうです。はい、あのこの間ね、はい、カットされてなかったですね。ですね、2回ペコパでしたね。言うと、はい、花柄摘みをきっちりしてやる根性の根性、ね、いる花ではあるんですけど、はい、まあそんなのをこうやってサブに入れて、そしてちっちゃいこのペビリアンデイ。宿根草ですか？そうですね、耐寒性多年草で、暑さにもあの結構強いっていうことなので、うん、まあ、これからもちょっといけるかなっていう、ちょっと雑草のような雰囲気、はい、品種のデイジーを株分けして左右に入れたいなと思います。株分けして、なるほど。そうしてラニウム、シンバーの葉とても綺麗なんですね。そしてあとはこのアケビ、アケビ、はい、こうやって入れようかな。前回僕が選んで褒められたやつ、はい、はい、そうです。自分のことはしっかり覚えてと思ってこんな感じに入れよう。そうしてここにこう、じゃあ、色と似てる感じで出来上がりました。完成です。だとなって違います、違います、はい、びっくりした、はい、キューピー3分クッキング的な感じ、的な感じでしたね、はい、電子レンジの中からもできたものがこう出てくるみたいなね。ちょっと何言ってるか分からないです。あ、ごめんなさい。もう元火は、あ、入ってなかったです。入ってないですね。入ってないです ね、はい、よく見てました、ね、いやこれ入れる入れないでね、やっぱり違いますね。開花時期がもう全然違いますからね、はいはい、あとは元気な子に育ちますね。なるほど、はい、まず、そうですね、中心になる敵に植えますか、はい、足元の葉を取って、はい、こんな感じで溢れるように植えます。わお、はい、後ろにはアゲラタムですね。アゲラタム これから先少し背も高くなるので後ろに入れています。あ、背丈が、はい、高くなり少し高くなりますね。それを囲むようにバコパをしっかりと花柄つみをして、このなんていうのかしら、あの下ごしらえ、料理で言えば、はい、うんうん、それがすごく大事ですよね。それがなんか出来上がった時の、あの綺麗さにつながる、あ、直結するわけですね、はい、やっぱりお庭においてもですね、はい、作業時間の8割が土作りですから、ね、あ、なるほどね、植栽なんて一瞬で終わっちゃうんですね、うん、それと一緒ですか？それと一緒です。ありがとうございます。いつもなんかなんで笑ってるんですか？
今先生、先生取っちゃう。先生取っちゃう。いつも、それ知らないのみたいなことが多いけれども、今日は、こうです。おちょっとお庭のことになるので、ね、はい、そうですね。ちょっと調子乗っちゃったりして。先生が花がら摘みしてる間にちょっと告知していいですか？はい、どうぞ。あの、グリーンギャラリーガーデンズの、はい、ガーデン工事部ですね。はい、私と専務が所属している部署なんですけれども、はい、ガーデナーを大募集、あ、そうなんですか、しておりますので、はい、もしご興味ある方は、ぜひぜひご連絡ください。はい、楽しいですよね。そうそうそう、まあ、大変な仕事ではあるけども、やっぱり植物に囲まれる仕事って楽しいと思います。ええ、はい、それじゃあちょっと今日一個聞きたかったのが、はい、ペチュニア、雨に濡れるとどうだとか、あ、そうなんですよ、メンテナンスの仕方、そのあたりをね、今日ちょっと掘り下げちゃおうかなと、うんうんうん、雨に濡れると、うん、花びらは弱りやすい、ものが多い、ただし近年こう花びらも丈夫なものが結構出回ってきているので、あのよくコップのところに、あの、これは花びらが強いですとか雨に強いですとかいうのをあえて選んでいただくっていうのも一つですし、あとは雨が降りそうだなと思うときは軒下に移動してあげる、うん、まあ、それができるのが寄せ植えのいいところではあるんですけど、そうですね、ちょっとね、あとはベタベタして嫌だとかいう方もいらっしゃると思うんですけど、うん、ベタベタしない、ペチュニアもこの頃は出回っています。え、それガーデンズにあるんですか？はい、今はないかもしれない。今はない、正直、正直、はい、今はないかもしれない去年ありましたよね、はい、時々さんの入るので、うんうん、週1ぐらいで来ていただくと、で今は本当にお客様たくさん来ていただいて、はい、先週あったものがもう今週はないっていうことが多いの で、ね、本当に毎週来ていただくといいかなと思います。迷っちゃうともうないってことが、ね、はい、そうなんですよ、この時期は多いので、はい、そうなんですよ、思ったが吉日、そう、はい、株分け簡単に、はい、これはあの簡単にできます本当に、うん、そんな感じで、しかもそのあんまり根を痛めない感じで株分けできるので、うん、安心して株分けできます。なんかわざと大きく小さく分けたんですか、それとも事故ですか？いや、事故ではないです。わざとです。あ、わざと、失礼しました、はい、やるとちょっと、ね、緩急が入って可愛いです、ね、白だけですよ今日、はい、あのカメラ越しに見るとですね、はい、映えますよ。あ、本当ですか？目で見るとじゃあ良くないってことですか？いや、違う、はい、待ってください、ちょっともうどうしてそうなっちゃう？いろいろおばさんがいろいろ考えます。はい、こんな感じですね。そうか、じゃあペチュニアはその雨が降っちゃった場合なんかは、はいはい、あの溶けてきたらもうすぐ花がらつにしてあげて、はい、そうですね、その方がいいです。でもし溜まってるのを見受けたらちょっと、はい、指でポンポンって、プルプルして、そうポンポンって一旦こう、ね、ポンポンってやって、はい、優しくあげると水があの吐けますので、うんうん、この花の真ん中あたりに中心にあの水がたまらないようにしてあげるっていうのが、やっぱり優しい管理の仕方だと思います。ここにこんな感じで、もうなんかこれいらないかも、ラミウムちゃん的な感じ。これで、いや、これ母の日にプレゼントでもらったらすごい嬉しいな。ワンサイズ大きい。乗せる、え、ベース、はい、ベースって、あ、オンラインショップ、そうあ、はいはい、はい、え、これ乗せる予定です。あ、こちらですか、はい、あ、久しぶり、はい、買えるんですね、はいはい、やった、まあ、あの、なんかこれは見本ですので、はい、これ自身じゃないかもしれないですけど、うんうんうん、何千円で、色何色系、白系、ブルー系みたいな感じでやろうかな。随分ご無沙汰でしたからね、はい、オンラインショップ。そうなんですよね、でこれが白系で、はい、ピンク系とかで、実はできているという。あらあらあら、電子レンジから出てきましたよ、皆さん、はい。ピンク系。うわ、すごい。ちょっと大きいですね。重たい。はい、重たい、重たい。はい、いや、これすごいな。はい、この 大中小でまとめるのいいかもしれない。そうなんです、あの、実際にお家でさ、こんな感じで置いていただくと可愛いかな。うわ、可愛い、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、そうですね、母の日とかにいいと思います。はい、ということで完成しました。完成です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はこれか。はい、そうです、これですね。結局だからラミウムは入れなかった。入れなかったですね、はい、入れなくても十分なの、うん、いい感じになりましたね。そうですね、はい、今日ポイントは、今日のポイントはですね、この中にこんもりと果物が持てるような、もしくは花籠のように作るっていうのがポイントです。
ちょっと具体的じゃなくて、そうですね、抽象的な表現で非常にそういうイメージです。あとは白でまとめるっていうか、まとめました。白だと色の濃淡とかさほど気にしなくていいから、そうなんですよ。だから難しくないんですよ。割と誰でも、そうなんですよ、はい、ね。で、白に何を加えるかっていうと、カラーリーフは何を加えるかっていうと、はい、こういうオーレや、はい、黄緑ですね、黄緑、そういう葉っぱを加えると綺麗なんです。もしくはシルバーも綺麗なんです。なるほど、なるほど。だからラミウム。最近だいぶご無沙汰した準レギュラーから外れてしまった黒龍ちゃんはちょっと極端すぎ、黒龍入れるとねちょっと強いかな。なるほど。ちなみにこれは360度パターンですか。いけると思います。全然いけますよね、はい、いけますね。はい、ありがとうございます。はい、以上です。はい、はい、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、そして、サブチャンネルのガーデンデザイナーチャンネル専務の方も引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さよなら。